私の名前はケビン、介護施設の社長だ。今日は仕事が急にキャンセルになり、突然の休日となってしまった。こんな時はあそこへ行くか。休日には決まって行く場所がある。そう、ピザ屋だ。最近は宅配ピザのレベルも上がっているが、やはりプロのピザに限る。餅は餅屋、ピザはピザ屋だ。ここは日本にいながらイタリアの雰囲気を感じることができる。まるでローマにワープしたかのようだ。これが本当のローマの休日だな。いらっしゃいませ。何します？今日のおすすめはマルゲリータかな。いいトマトが入ったんでね。じゃあそれで。メニュー選びはプロに任せる。その時に一番うまいものを分かっているからだ。生地の塊が次第にピザの形へと作られていく。それはまるで芸術品。そう、レオナルド・ダ・ヴィンチの彫刻さながらだ。チーズにトマトにバジル、生地という名のフィールドに集まったスター選手たち。これはピザ界のセリエ A だ。これをイタリアから輸入した釜にゴール。一気に焼き上げる。釜の中で情熱的に膨らむピザはまるでサルタレロを踊っているかのようだ。はい、お待たせ。グラッチ。いやー、家に着くのが待ち遠しかった。ピザは冷めてしまっては台無しだからな。あ、お酒忘れてた。ピザにはチューハイに限る。それも宝の缶チューハイ。辛口なのがピザによく合う。名前の通り、こんなにうまいチューハイは日本の宝だ。それでは改めまして、ご会長。わあ、この見事な円になった6つのピース、まるで6大陸で構成された地球だ。マルコポーロやコロンブスでもこのピザ大陸は発見できなかったに違いない。それになんて美しいんだ。モナリザの横に飾ってあっても遜色ないだろう。しかしこの芸術品は熱いうちに食べなければ意味はない。
こまでチーズが伸びるのは熱々の証拠だ。だが、やけどを恐れずに一気にかぶりつく。熱々、まるでヘラアリのように口の中で暴れ回るじゃないか。暴れ馬ならぬ暴れピザだ。ボーノー、うまさで倒れちまいそうだ。これが本当のピザのシャトーだ。そして火傷する前に酎ハイを流し込む。酎ハイの運河に浮かぶピザのゴンドラ。そう、今私の口の中はベネチアだ。いや、待てよ、これはベネチアではない。地中海に浮かぶ島、シチリアだ。なんで今まで気づかなかったんだ。カラカンチューハイはシチリア産のレモンを使用しているのか。日本の宝とイタリアの宝がこんなところで手を組んでいたとは。まさに日印修好条約締結といったところか。この伸びたチーズはその日本とイタリアの架け橋と言えるだろう。ローマは一日にしてならず、うまいピザも一日にしてならず。こうして私のローマの休日は終わっていく。心残りは私にはオードリー・ヘップバンがいないことだけだ。